北条城は現新潟県柏崎塩和座北条にかつて存在していた日本の城。北条高弘が長岡下虎に乱を起こす際に拠点としたことで知られる。追記時期は不明だが、毛利地元によって築城されたとされる。時元の祖父である毛利貴公は大江広元の子であるが、法治元年の三浦の乱で三浦安村に味方して、 敗北を喫し、一族ともども滅びる危機に立たされたが、名族大江氏の末裔であることもあり気候のこの、毛利教皇が除名され、越後の所領の領有を許された。教皇の子孫の一部は、秋に移り秋毛利氏となるが、越後に残った、毛利はじめ親の一族もおり、時元は、元親の子である。時元の子の毛利爪高の第二、 越後毛利氏は分裂し、越後北法上氏、安田氏となる。一降、法上城は代々越後北法上氏の当主が上主となる。戦国時代の上主は、法上高弘となっていた。高弘は、長尾影虎に仕えたが、天文23年に、武田晴信と内通して、法上城を拠点として、影虎に謀反を起こすが、天文24年に、影虎側に、 北条城は包囲され落城し、高広は許しを乞い、影虎にまた仕えた。高広は後に、上野馬矢橋城の城主となるが、北条の所領は引き続き領していた。天正六年のお立の乱で高広は故、北条影広と共に、上杉影虎に味方し、越後国で、上杉影勝軍と奮戦するが、故、影広は戦死し、宝城城もまた落城した。 その後高広は、武田勝頼に仕え、滝川和益にも仕えたとするが、半然としていない。城自体は、鯖石川と長鳥川に囲まれた、標高150メートルほどの丘陵に位置する山城である。城角は、北角、四角、二の角、三の角がある。四角は、低い段差で五段になっている。以降は閣、土類、物見、掘り切り、縦堀。 大手門、絡めて門などが点在している。ありがとうございます。